皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今回はですね、レッスンの時によくあることなんですけども、ホバ打ちをやる時にですね、大きなスイングでおでこに向かって振りなさいっていう風に教わってしまう人がかなりいるんですけども、これは私はあまりおすすめしませんっていうことですね。で、このおでこに向かってこうやってフォア打ちをやりなさいって教えちゃう人のパターンとしてはですね、2パターンあります。一つは、教えている例えば学校の顧問の先生とかがですね、今まで卓球経験があまりないと、自分ではできないと、そうなった場合にプロの人たちが教えているような DVD とかですね、レッスンの本とかっていうのを見た時に、その教本のね、指導者が大きなスイングでしっかりとおでこに向かってこうやって振りなさいっていう風に教えてるのを見てですね、それをそのまま鵜呑みにして誰か人に教えちゃってるパターンっていうのが1パターンですね。で、もう一つのパターンはですね、ある程度全日本選手権とか世界選手権とかっていうかなり上のレベルの上級者をまず目指すっていうぐらいのレベルの人たちに関してはですね、ある程度大きなスイングでおでこに向かって振りましょうっていうことを言ってる人たちもいます。なので、大きなスイングでおでこに向かって振りましょうっていうのは決して間違いではないんですが、私自身はおすすめしません。その理由っていうのは、そもそも私たちはそんな全日本選手権とか世界選手権とかっていうのを目指すようなね、一流の選手になろうとかって思ってやってないんですよ。そして私が教えてる生徒さんなんかは、これからバリバリジュニアから始めて自分も張本選手みたいになりたいんだとか、オリンピック出たいんだとかっていうようなジュニアレッスンって私今のところやってないんですよね。どちらかというとシニアの方、いわゆる健康卓球という感じで趣味でやりながらも少し上達したいなとか、そういうレベルの方に私はレッスンをしているので、そもそも大きなスイングでラリーをしていけるようなフィジカルがそもそもないんですね。なので私自身もそうですけども、学生時代と比べたら体力が今ものすごい落ちてしまったので、学生時代と同じスイングができるかって言ったらこれはできません。体が先に壊れちゃいます、怪我しちゃいます。なので、フィジカルが弱い、もう体力がないっていうような時にはですね、いかに大きなスイングでパワーを出してとかっていう、上を目指してとかじゃなくってですね、いかに最も簡単に返せる方法、最も効率的に小さな力である程度強めに返せるという方法を考えなきゃいけないんですね。そうなった場合にね、私はどうしても大きなスイングで振りましょうっていうことはレッスン中に言ったことはほとんどないです。基本的に私が言うのは、このチャンネルでもね、ずっと同じこと言ってますけども、小さく速くです。コンパクトに速く振る、これが私の考え方ですね。それはあくまでも全日本選手権とかトップレベルの選手になるんであれば、この考え方はちょっと良くないかもしれないんですけども、私たちは決してそのレベルじゃないっていう自覚をしなきゃいけないんですね。だからオリンピック選手とか上級者と同じことは私たちできないんです。でもそういう年齢でももうないですね。もうスポーツ選手ならとっくに引退してるような年齢になってしまってるので、今からじゃあこんな学生さんたちと同じようなスイングができるかって言ったらそれはもう無理です。だからマスターズにはマスターズの戦い方があって、シニアにはシニアの戦い方があるっていうことですね。若い人たちには若い人たちなりの戦い方がありますし、ジュニアにはジュニアの戦い方があるけど、でも皆さん共通して言えることは、いかに自分自身のプレースタイルっていう、自分に合わせたプレースタイルを追求していかなきゃいけないので、トップ選手の真似をすればうまくいくかって言ったらそんなことはないんですね。むしろ真似なんかできないんですよ、私たちは。だから自分なりのやり方っていうのを極めていくっていう感じですね。
じゃあそうなった場合にですね、なんでこう大きなスイングで振っちゃいけないかっていうと、まずそもそも卓球っていうのは球を見て判断している時間っていうのは1秒以下なんですね。0コンマ何秒とかでもう瞬時に判断してやらなきゃいけない。どこに来るかも分かんない、何回転が来るのかも分かんない時にとっさにやるわけですよね。こうやってその中で大きなスイングでこうやって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 毎回振れるかっていったらこんなことは無理です。でこれトップ選手の試合とかよーく見てください。皆さん豪快なラリーはねすごく印象に残るけど、でも実はトップ選手だって前陣でこうやってやってる時とかね、台の近くでプレーしてる時っていうのはかなりスイングちっちゃいです。やはり私が言ってるようにちっちゃく早くっていうのをトップ選手もやってます。トップ選手が必ずしも全部大振りしてるフルスイングしてるかって言ったらそんなことはないですね。基本的には台の近くでやる時はちっちゃく早くやっていく、そして台から離れれば離れるほど時間に余裕もできるし遠くまで飛ばしていかないといけないので、そうなった場合にはちっちゃく打ってもね遠くまで飛ばないから、だから大きなスイングで打ち合うっていうような豪快なラリーにも発展していくんですが、でも私たちのレベルって基本的にはですねそんな下がってねドライブの引き合いとかまでいかないじゃないですか。基本的には台の近くでこうやってやってね、だいたい2、3本やったらああミスっちゃった、ミスっちゃったっていうね、まあ、そういうレベルの試合になるので、まあ、せいぜいラリーが続くって言っても3本から5本ぐらいの間なんですよね。そんなロングラリーには発展していかないし、そんな下がったね上級者みたいなドライブの引き合いみたいなことになんないんですよね。だからまずそもそも上級者の選手と私たちっていうのは目指すところが全然違いますよっていうことは自覚しなきゃいけない。私たちには私たちの体力とかに合わせた練習量に合わせたプレースタイルっていうのを考えなきゃいけないってことですね。であとはですね、おでこに向かってこうやって振るっていうことは必然的にどうしても下から上にこうやってラケット振り上げることになります。そうするとですねボールを下からこすり上げるようなね、まあ、どちらかといえばフォア打ちというよりもドライブになってしまうんですね。だからドライブを打つとかってなればまあそれもありなのかもしれないですけども、今解説してるのはあくまでもフォア打ちなんです。基本のフォア打ちっていうのはまあその名のごとくですねフォア打ちですからミート系の打法になります。ラケットに薄く当てて強い回転をかけるようなドライブ打法ではなくて、ある程度ラケットをボールに対して厚く当ててしっかり弾きながらミートしていくような打法になります。そうなった場合に下から上に振り上げるようなこれ縦スイングって言うんですけど、この縦スイングではなくってどちらかといえば後ろから前に振るようなね、これ横スイングですね、まあ、こういうイメージで振っていくのがいいのかなと私は思います。ですのでおでこの方に上に振り上げるのではなくて、あくまでもフォア打ちの場合は前に打っていく、後ろから前に打っていく、こういう打法になります。そうなると振り終わりの形が基本的にはあんまりここじゃなくってですね、どちらかといえばこの辺になるんですよね。だからトップ選手のねフォア打ちとかね、最初試合が始まる前の練習で最初フォア打ちこうやってやったりすると思うんですけども、その打ち方とかも見てほしいんですけども、トップ選手もフォア打ちやるときはこんな感じなんですよ。横スイングで後ろから前にやるから、トップ選手だってこう毎回毎回おでこに向かって振ってないんですよね。ドライブ打つときはおでこに向かってこうやって振るかもしれないけど、フォア打ちの場合は横スイングなので前に振っていくっていうことですね。であと私はね個人的にはですね、いつもチョリドラチョリドラってこのチャンネルでも言ってるんですけども、あんまりドライブ打つ時もですねこうやってラケットを頭の上まで振ってったりとかね、まあ、人によってはこうやって顔のこっちまで振る人もいますけども、私これがね自分の中ですごい気持ち悪くてですね、まあ、もちろんねチャンスボールとかが来てとどめさせたい時はガツンっていきますけども、でも基本的に普段ねドライブ打ってる時は
イメージとしてはやっぱりボールに当たったところで止めるようなイメージなんですね。こういう風に止めるようなイメージです。まあよくドライブ打つとき振り切りなさいっていう人いるけどね、でも私は基本的には振り切るドライブあんまり好きじゃないというか苦手なんですよね。まあおそらくですね、フォロースルーを取った方がいい、振り切った方がいい打法っていうのはおそらくスピード系のドライブに関してはある程度フォロースルーを大きめに取ってあげた方がいいのかなという感じなんですけども、私は試合中ほとんどチョリドラしかやらないので、そうなった場合にはループ系のドライブはね、振り切るというよりはある程度バックスイング取ってで当たったところでクッと力入れて止めるみたいな、まあ、そういうチョリドラの方がやりやすいのかなと思います。まあ、これは水谷選手とかも言ってたんですけど、もう水谷選手もやっぱりドライブ打つときはこれ止めなさいっていう、そういう風に講習会で指導してる映像とかも出てると思いますけども、まあ私もそっち派なんですよね。振り切る派じゃなくってどちらかというと止める派なんですよね。インパクトの瞬間にグッと力入れてここでクッと当てていきたい、そういうタイプなんですよね。まあこれは人によっても好き嫌いあると思いますけども、あとはですね、どうしても私が個人的に気持ち悪いのはですね、ある程度フォロースルーをこうやって大きく取っていった時にどうしてもここでね、こう顔の前をラケットとか手が横切るんです。そうすると一瞬目の前をこう遮ってしまうんですよね。これが私個人的に好きじゃなくって常に自分の視線はこう開けときたいんですよね。こういろんなところを見れる状態にしておきたいんですけども、これがこうやって横切ってしまうと常にここにチラ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 ね、こう車のワイパーみたいにこうなんかこう邪魔なものが常にこう目にこうチカ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 入ってくるのが、私としてはこれがすごい嫌なので、だから基本的にはここで止めるような意識で、あまりここの自分の目線っていうのをこう遮らないように意識はしてるんですね。ただもちろんチャンスボールとかが来てバコーンとかって打つときはこうやってしっかり振り切りますけども、普段ラリーをしているときにはなるべくこうやってね、視線をここでチラ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 こうやって遮りたくないっていうのが私の考えですね。であとは基本的に私はこうやって打ったところで止めるようにしてるので、そうするとですね、もう打ち終わった時にはほぼほぼこう次の構えね、ニュートラルに戻ってるような状態になるんですよ、こうやってやると。だからこれがフォロースルーをある程度大きく取っちゃうと、ここからまた戻すっていうこの一個動作がどうしても増えちゃうんですよね。これが私としてはあんまり好きじゃないので、ちょっとバックスイングして元の位置に戻すぐらいのこのコンパクトなスイングで常に打っていく。だから私がよくお手本にしてるのは伊藤美誠選手の打ち方ですね。伊藤美誠選手っていうのは前陣のプレイヤーなので、ぜひ伊藤選手のプレーを皆さん見てほしいんですけど、もう本当にスイングちっちゃくてこうやって本当にちっちゃいですね、スイングがね。肘を伸ばして打つってことはほとんどしないですね。ほとんどこう肘を曲げたままこうドライブ打つときなんかも、下回転の切れた球に対しても結構肘曲げたままこうやってちっちゃいスイングで戦っているのが伊藤美誠選手なので、私はそのプレースタイルっていうのがすごく中級者以下のレベルの人たちに対してはすごく参考になるかなと思ってます。ただもちろん男子選手とかで全日本を目指してますっていう人はもちろん大きく振った方がいいと思いますよね。やはり男子選手なんか特に下がってドライブを引き合うみたいなラリーに発展していくこともよくあるので、だから大きなスイングでしっかり打てないとどうしてもその引き合いのラリーで負けちゃうので、まあ、ある程度
もう全国レベルとかそういうレベルであればそこは必要になってくるかもしれないですけども、まあ、少なくても私とか私以下のレベルであれば、まあ、そんなプレーは全然必要ないので、まあ、基本に忠実にちっちゃく早くっていうのを意識してやっていった方がいいのかなと思いますので、あまりこう大きなスイングでしっかり振っておでこまで振りましょうっていうのは私としてはいつもおすすめしておりません。で、私自身もやってません。で、もちろんちっちゃく遅くじゃダメですよ、ね、パワーも全然出ないので、あくまでも伊藤美誠選手みたいにちっちゃいんだけどめっちゃ速い、めっちゃ速い、ものすごいスイング速いです。伊藤選手って振ってないんだけど、大きく振ってないんだけど瞬間のスピードね、ぜひスローモーションとかで見てください。めちゃくちゃ速いです。だからちっちゃく早くを極めた人が伊藤美誠選手なんですよね。だから私もなるべくそういう伊藤選手のようなプレースタイルっていうのを参考にしているところなんですけどね。やっぱり男子選手のね、あの豪快なね、このフルスイングで打つようなあんなのはね、とてもじゃないけど私の体力では無理です。よっぽどフィジカルトレーニング積まないと体壊しちゃいますね。やはり体力がない一般人であればですね、私たちアスリートじゃないので、そうなった場合にはやはりちっちゃいスイングで基本に忠実に、なるべく台から離れないで前陣でしっかり基本に忠実にやっていくっていう方が試合でも結果が出やすいのかなと思います。まあ、そんな感じでフォア打ちをやるときに大きなスイングでおでこまで振ってるっていう人はちょっとこの動画を見て考え直してもらえたらなと思います。もちろんそれが間違いというわけではないんですが、決してその大きなスイングでおでこに上げるっていうことが私は、まあ、特に初級者レベルの方であればあんまり向かないんじゃないかなと思ってます。私自身もやってません。ただもちろん毎日何時間も練習していますとか、私は全日本選手権目指してますとか、オリンピック選手目指してますみたいな学生さんとかであれば全然大きなスイングで振ってちゃってもいいと思いますけど、まだ体も大きくなるだろうし体力もまだまだこれから強くなっていくだろうからね。でも私たちっていうのはこれから年齢を重ねるごとにどん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 年々体力って落ちてっちゃうわけですよ。そうなった場合にやはりこの落ちていく体力に合わせた戦い方とかスイングの仕方っていうのを考えていかないと実際の試合ではなかなかうまく使えないんじゃないかなと思いますので、私はあくまでも小さく早くという考え方です。そんな感じでありがとうございました。